商務長長官は、イギリス数密院の委員会である商務長の長。商務長は17世紀に、臨時の調査委員会として創設されたが、やがて多くの機能を有する行政組織に発展していった。商務長とにた部門が、初めて創設されたのは1655年のことで、あり、オリバー・クロムウェルはこの年に、息子、リチャード・クロムウェルを、数密院、裁判官、 商人で構成される貿易促進を図るための委員会の会長に任命した。その後、イングランドをチャールズ2世は1660年11月7日に商務委員会を12月1日に拓職委員会を創設、続いて1672年9月16日に,に委員会を商務拓職長に合併した。1696年に 省務長が再び創設された時、委員数は15名であり、うち7名が国務大官で、それ以外の8名が実際に業務に取り組む委員だった。実際に業務に取り組む委員8名のうち1人が委員会の長官とされ、一般的には第一省務教として知られる。省務長は1782年7月11日に一旦廃止されたが、 1784年3月5日には、数密院で同様の目的を有する委員会が創設され、1786年8月23日には、それまでの商務長よりも商務に集中して取り組む委員会が創設された。創設直後の内閣では、商務長長官を閣僚とする者と、閣僚としない者が混在したが、19世紀初期以降は、閣僚とすることが定着した。 ありがとうございます。